東側から望む。右のマストは、マーメイド号の物入り口廊下。奥は、西宮浜公民館西宮酒海類館とは、兵庫県西宮市にある海類専門の博物館。1999年5月7日に、西宮浜に開館したこの施設は、世界各地の海類、約2000種、5000点が展示されている海類専門のユニークな博物館。館内には、 重さ2 0 0ラムを超える大釈貝から5粒ほどの小さな貝、生きたオウム貝などが展示され、実際に貝を手に取って触れることもできる。各展示コーナーには、日本の貝をはじめ、世界の貝、貝の起源、進化などがわかりやすく解説されている。学習室には貝に関するビデオや書物なども、多数あり、実物や映像を通して誰もが楽しめる施設となっている。 西宮市貝類館では展示標本の他に菊池の利用から寄贈された黒田特米の貝類標本約3800種4万点も収蔵している。貝類館の建物は安藤忠夫の設計であり風をいっぱいに受ける方をイメージしたデザインとコンクリート打ちしの外観が特徴的。隣接している西宮浜公民館との間にある中庭には海洋冒険家である 堀江健一から寄贈された実物のマーメイド4世以降が展示されている。ありがとうございます。